もこんにちは、作業療法士の荻野です。今日もですね、認知症予防の脳トレをお伝えしていきます。今日お伝えする脳トレは、認知症の始まりの症状を予防する脳トレです。皆さん、認知症というと物忘れというふうに思われがちなんですけど、実は認知症の始まりの症状というのは、集中力が落ちてしまうことと、無気力、興味関心がなくなることから始まると言われております。なので今日は集中力を落とさない、集中力を高めるための脳トレというのをお伝えしていきます。このチャンネルでは介護予防の体操や脳トレをどんどん発信しています。将来のためにしっかり予防したい方や、介護職の方で脳トレメニューにお困りの方は、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速どんな脳トレなのか説明しますので、一緒にやってみましょう。ではですね、今日お伝えする脳トレはカップ&キーという名前の脳トレです。まあ、僕が勝手に作ったので初めて聞くかもしれませんけど、どうやってやるかと言いますと、まずカップを用意していただきます。まずは練習ということで3つぐらい用意していただきます。そしたらですね、物品を3つ用意します。今日はじゃあ鍵とクリップ、そして消しゴムを用意しました。これをですね、それぞれカップの中に入れます。でですね、これでまあシャッフルするんですけど、このままだったらただのシャッフルゲームになりますけど、ここからが脳トレです。まずルールを設けます。鍵がどこに移動するか見ててくださいとお伝えします。そしてシャッフルします。そうするとですね、もちろん利用者さんたちは意識して鍵を見続けますよね。鍵がどこに行ったかずっと注目します。これがですね、先ほど申し上げた始まりの症状とされる集中力を高めるトレーニングです。いわゆるずっと見続ける、見落とさないように集中する、これで集中力が高まります。そしてである程度シャッフルして、はい、どこに行ったでしょうと聞いて、こちらですと、はい、当たりです。で、これでおしまいではありません。では他の物品何があったでしょうと聞いてください。鍵と、あと何だったでしょうと。これが記憶力をさらに高めてくれる脳トレにもなる運動です。よく長谷川式の HDSR という認知症の検査があるんですけど、その項目の中でも物品5個を見せて、そして物品を隠して、はい、ではどんな物品があったか思い出してくださいという、そういうですね、項目があるんですけど、それとほぼ一緒ですね。鍵に意識を向けることで他の物品への意識が薄れてしまうわけですよ。その中でもちゃんと3つとも答えられるかどうか、思い出せるかどうか、これがですね、集中力を高めるためのトレーニング、そして物品を思い出すための記憶力のトレーニングにもなる、そしてレクリエーション感覚でもできて楽しく行えるという、この脳トレがカップ&キーという脳トレになります。で、実際ですね、じゃあ何があったか、この中には何が入ってるでしょうとまではちょっと難しいと思いますので、もう物品の名前だけを当てればいいです。消しゴム、クリップというふうに当たれば OK。 さすがに3つともですね、シャッフルしてそれを覚えるってかなり難易度が高いので、どんどんね、良くなってくればそういう難易度設定もいいかもしれませんけど、最初はあえて鍵を目で追わせて、こっちの他の物品の意識をそらして、最後に3つ何だったか聞くというのがこの脳トレです。先ほど申し上げたように、始まりの症状の集中力が衰えるとどうなるかというと、いわゆる会話、人の話がずっと聞けないので会話が頭に入ってこないとか、よくあるのがテレビを見てるんだけどぼーっとしちゃって、結局何のニュースをやってたか、何の番組だったか覚えてないとかですね、集中力がないと頭の中に入らないんですよ。そもそも頭に入らないから覚えることができない。で、だんだん覚えることができなくなると、覚える力、記憶力が衰えて、そこで初めて物忘れに発展するので、これですね、いくら暗記とかそういう記憶力の練習をしたとしても、そもそも集中力が全然ないと頭に入らないんですね。なので脳トレの順序としては、しっかり集中力を高めて頭に入れる力、覚えようとする力ができてから、この物忘れのトレーニングをした方がいいんですよ。
なのでこのシャッフルをして鍵がどこにあるか見続ける、集中して目で追い続ける、でそれで集中力を高めてから記憶力を促すトレーニング、これをミックスさせたのがカップ&キーになります。で今は3つでやりましたけど、じゃあ難易度として4つで、ね、やってみましょうと。そして物品も1つ増やす、はい、ということで、はい、でですね、このように、4つの物品を用意しました。鍵、消しゴム、印鑑、フリップと。このようにですね、難易度調整もやりやすいんですよ。例えばカップをじゃあ5個に増やして、そして物品を5個用意すれば、シャッフルも複雑になりますし、5個の物品を思い出さないといけないので、カップを増やせば増やすほど難易度が上がるので、これ難易度調整がすごい簡単です。そしてシャッフルをするスピードも上げれば見落とさないように意識をしますので、集中力も高くなります。別に鍵じゃなくても全然いいので、いろんな応用が効きます。そして簡単に短時間でできる、集団でもできるということで、このカップ&キーぜひですねやってみてください。はい、ではですね、今日お伝えしたカップ&キーというのが、集中力を高める、それに物品を思い起こす、物品を思い出させることで記憶力のトレーニングもなるということで、ぜひですね認知症予防として活用してみてください。このようにですね、集中力がそもそもないと物を覚えることができないというように順序があります。なので脳トレだと言って、何かこう歴史上の人物を覚えさせるとか、都道府県を一生懸命思い出させるとか、もっと言うと計算ドリルをやってひたすら足し算引き算をやるとかですね、そういうのだけだと、これはですね脳トレとしては少し効果が薄いんですね。なので今日説明したように、より効果の出る、ね、脳トレっていうのを僕は発信していきますので、もしよかったらご参考にしていただけたらと思います。まあ、今後ですね、そういう個人でももちろんできる脳トレと、あとはデイサービスとか集団でも応用できるような、そういう脳トレもですねどんどんお伝えしていきますので、もし脳トレのメニューにお困りの方がいらっしゃいましたら、参考にしていただければと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。